はい、どうもピロジンと申します。飛空場シーズン62、5日目やっていきます。今回のお客様一番上の方になりまして、まだ2体撃破で防衛成功となっております。いや、シーズン後半なんですけど、防衛がもうよく見たらもう末期っきですね。ちょっとまた見に行きましょうか。で、今回はパッと見一応オルティナさんしか深海がいないので、まあ長難民な無課金さんかなとも思いきや、一応ルフレの方が突産2のもかされてるので、まあ、美課金さんなのかなって感じにも受けますね。で、今回はこの正月絹のおかげでレスト先生が発動するんですけども、もう隣接系のデバフなので全員にかかっちゃって、ちょっと正確にギミックは発動しません。なのでマリアベルがまず隣にレストしちゃうんですよね。で、そこで再行動かけちゃって応援で止まっちゃいます。なのでこの1ターンできた隙を見計らって一気に突っ込んできますね。オルティナさんが一気に防御下まで、で、なんとか1残しで耐えるんですけども、飛行ルフレで余白に取られちゃいます。さあ反撃開始。とりあえずマリアベルのレストが暴走しちゃってて、流特化あるスラシルの武器で飛行ルフレを倒せました。で、ここで今シーズンボーナスキャラでもあるドーマが防御以下に乗ってるオルティナを見事撃破してくれました。いや、多分ボーナス効果なかったら倒せてないかもしれませんね。で、ここでリタイアですね。いやー、なかなかひりつく展開となってきました。あと2日ぐらいですかね、なんとかしのいでほしいもんです。はい、ってことで5日目の一戦やっていきます。砦がレベル5、作戦室がレベル4、白の封印もレベル4、雷の塔はレベル2、作戦室はレベル3、回復の塔はレベル4と。まずは無凸の飛行リベ、救援持って空戦&極技飛行。次に一凸のソニア、評価が1ターンで使えるようになってますね。でもって無凸のオフェリア、ほぼ自前スキルに不動の姿勢。次に一凸のニニャン、孤高の鼓動持っちゃったか、ソニアがこれでもう。でもって10凸花尾のセシリア、いやー完璧ですね。で、最後に10凸花銃のオノアエク、聖火兜やら切り込み、なんかめんどくさそう。さあ攻めていきます。とりあえず金の椅子が27と、なかなかの手だれ感があるんですけども、僕が好きな拠点ですね。これはやっぱり一番最初に見るのが回復の塔があるかどうかですね。で、もうこの拠点なら壊しやすい位置にありますので、もうこれさえ壊してしまえば敵の回復する手段がもう回復の塔しかないので、あとはゆっくりターンをかけて攻めれるっていう、この形が一番好きです。で、オノアエクが右下にいてたってのもありがたいポイントですね。ここがあの隣のセシリアだったりとかになってると、一応壊せないことはないんですけど、プラス1ターンぐらいかけて、なおかつちょっとぶちかましとかを駆使してやるような形になるので、結構頭使うんですよね。なおかつエナジーも取りやすい位置にあると、もうこれも最高のポイントですね。仮にこのエナジーがあの飛行リベの真下とかに置いてあると、別動隊を用意しなくちゃいけないので、だいぶ攻め方変わってくるんですよね。てなわけで、このターンにしっかりエナジー両方とも回収できて、これであとはクロニエさんを突っ込ますだけとなるんですけども、やっぱりオノアイクは倒せないですね。8しか食らってないしね。なんなんこいつ本当に。いやー、飛んだ壊れキャラを実装したもんですね。で、ダブルシノトイケン一応後ろに飛んで、ここで不動の姿勢持ったオフェリアを倒せます。ここでさらにダブルシノトイケンが入りますので、オノアイクとセシリアがもう無視抜きと。で、奥の方にもダメージ入りましたので、これで安心して握手会を開催できますと。で、やっぱりこのパターンでも、あの、ソニアがあの、ボンシリーズの武器持ってるやつとかだと、また事情が変わってくるんですよね。最近そういうパターンも増えてきたので、今シーズン負けた拠点もそれ系だったので、やっぱり対策されますよね、いろいろ。なので、
今僕がやってるこのクロニエ単独の編成だとやっぱりちょっと頭打ちな気もしてきましたね。ちょっと他にもいろいろ編成を考えていかないと。とりあえず5日目も攻め守りパーフェクトでいけました。あと1日2日しのぐだけですね。はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。